あなたはどんな子供でしたか？子供時代、大人からどう言われて育ってきたでしょうか？親、祖父母、先生、近所の大人たち、すべてが今のあなたを作っていますよね。私たちは古くからなされてきた日本の教育の仕方にさほど疑問を持たずに生活しています。しかしそれは外国人から見ると決して当たり前のことではないようなのです。今回は日本の子どもの言動を目撃した一人の外国人が驚きを覚えたというエピソードをご紹介します。さて、あなたの目にはどう映るでしょうか。日本の子どもはここが違う。僕は中国に住む移民。将来は教育に関わる仕事をしたいと思っている大学生だ。特に今興味を持って学んでいるのは、国によって教育の概念が違うということ。教育とはただ学問を学ばせるだけではない。人間力をつけることも教育であり、対人関係を学ばせることも教育だ。しかし、すべてに行き届く国はそう多くはない。大体、子供がどう育つかは環境によるよね。親の考え方だったり、その国の風習も大きく関係してくると思う。僕は貧しい農村地帯に生まれた。本来なら大学など行けるはずもなく、幼い頃からしてきたように、一家を支える大人になるつもりでいた。学校なんか行くよりも、働いてもっと親孝行するのが当たり前だと思ってきた。しかし、両親は学歴のなさから、僕には言えないような辛さを味わってきたようだ。だから僕にはどうしても大学へ進んで、都会で就職して人並みの生活をしてほしいと願ったのだ。迷ったけれど、大学へ行けるチャンスでもあったし、僕が立派とは言えなくても、そこそこの会社へ就職できれば、両親を呼び寄せることができるからね。そのためには勉強しなければいけない。そしてするなら興味のある分野がいい。それで選んだのが教育だったんだ。僕の生まれ育った中国は大国に間違いはない。しかしこの貧富の差はどうだ。まともな教育を受けられない子がどれだけいることか。貧困人口が300万人以上の省は5つもあるんだ。貧困村に至っては8万村。貧困県なんて600県と発表されている。この国の隅々まで教育が行き渡るのはいつになるんだろう。でも変えていかなきゃいけないんだ。他国と中国の教育を比較するにあたって、最も注目したのは日本だ。こんなにも近くにあるのに、あまりにも中国と違いすぎるからね。僕の大学にも日本へ留学経験のある人がいて、いろいろ話が聞けたんだけど、想像以上の違いに驚かされたよ。僕にとって日本人は人を思いやることができて、礼儀を持って他人に接することのできる民族だと思っている。アルバイト先に日本人観光客が来て嫌な思いをしたことは一度もない。逆に日本人観光客の方が嫌な思いをして帰ったんじゃないかと思うくらいだ。僕の目から見ても中国人は決してマナーがいいとは言えないからね。ここまで日本と中国の間にマナーの差ができてしまった原因として、僕はさっきも触れたように、親世代の教養の差もあると思う。他にも国としての塾制度が違いすぎるんだ。確かに中国は世界に影響を及ぼす経済大国だ。現に世界にコロナが蔓延し、ゼロコロナを掲げる中国の流通はストップした。
中国からの輸入に頼る国への影響は甚大だ。しかしそのことで得意になってはいけない。まだまだ国として成熟していない中国は、やはり発展途上なのだから。これだけ貧困にあえぐ国民がいて、それなのに北京や上海の生活水準はものすごく高い。この差を埋めなければ、中国は決して先進国になれないのだ。僕は普段中国の教育について、SNS を使って考えを発信しているのだけれど、僕の考えに対して次のようなコメントが寄せられた。中国と日本を比べるな。赤ん坊と大人くらい違うよ。そもそも中国にマナーなんてあるのか？聞いたことないぞ。日本で電車に乗った時、赤ちゃんが泣いていると、その母親が周りにすみませんすみませんって謝って、降りる駅でもないのに降りていった。赤ちゃんは泣くのが仕事なんだから、そんなに気にしなくてもいいのに。本当に日本人は他人を気にする民族だな。滞在中、一度も嫌な思いをしなかった国が日本だ。彼らのマナーは本当にすごい。どういう教育をすればあんな人たちに育つんだ？どの国にもダメな親はいるから、日本の親が全員優れているわけじゃないけど、中国と比べたらまあ、納得だな。逆に中国はどうしてあんなに礼儀がなってないんだろう。かつては中国も礼の国だっただろうに、ひどい差だな。親が言うことを聞かせるために子供に体罰することもあるだろう。日本ってそういうのないのか？虐待だって日本にはあると思うんだけどな。まあそういうのがあったとしても、日本の教育レベルは高いってことだね。結局日本人は世界一優れている民族ってことだよ。みんな日本に行こうぜ。行ったら絶対にハッピーになれるに違いない。やはり日本人のマナーの良さは世界に浸透しているようだね。これが民度の違いというものなのだろう。中国は4000年の歴史があるにもかかわらず、どうして4000年かけてもマナーを身につけられなかったのだろう。やはりそこには貧富の差があったからなのだろうか。しかし富裕層のマナーがしっかり身についているかというと、これもまた疑問だけどね。そうそう、先日友人たちと気晴らしを兼ねて大きな公園に出かけたんだ。とっても天気が良くて、家族連れやカップルでにぎわっていたよ。僕たちも飲み物とちょっとした食べ物を持って行ってくつろいでいたんだ。そこに日本人の家族連れがいてね。最初は子供に自転車の練習をさせているんだと思ったんだよ。ちょっと遠目だったし、ぼんやり眺めていたんだけど、なんだかちょっと違う気がして、少しだけ近づいてみたんだ。その子供が乗っていたのは、ペダルのついていない自転車だった。調べたら、ストライダーと呼ばれるキックバイクなんだね。ペダルがないから頑張って両足を使って地面を蹴って進まなきゃいけない。しかもその子はどう見てもまだ幼い。一緒にいた友人は2、3歳ぐらいじゃないかと言っていた。姉の子供と同じくらいだって言って。ようやく赤ちゃんを卒業したばかりの子供が頑張っている姿ってぐっとくるよね。傍らの母親は黙ってそばにいるだけで一切手を貸そうとしないんだ。話している言葉は日本語だった。その時日本の教育を見た気がしたんだ。日本人は本当に危険だと思うまで手を貸さないんだね。子供のやる気を大事にしている。でも中国はどうだろう。一人っ子政策の弊害が出てきているじゃないか。僕も一人っ子だけれど、なんといっても貧しかったから、都会の子のような贅沢はできなかったし、
甘やかされることもなく育った。でもこれはうちの両親の方針だったのかもしれない。貧しくても一人っ子だからという理由で甘やかす親もいたからね。僕が感心して眺めていたら、友人の一人が寄ってきて、日本では今目の前にいるくらいの幼い子供たちにはキックバイクのレースが人気だと教えてくれたんだ。専用の練習場があったり、コースもしっかり作られていて、まるで子供用とは思えないって言っていたよ。家に帰ってから調べてみたんだけど、そこには真剣そのものの表情でレースに臨む子供たちの姿があったんだ。プロテクターとヘルメットを装着してスタートラインに並んだ幼い子供たちの目はまさにレーサーだった。検索すると日本の子供たちによるキックバイクのレース映像はすぐに見つかったよ。最年少となる2歳児のレースを見たんだけれど、それが衝撃的すぎたんだ。一斉に走り出したかと思うと、大人さながらの勢いで駆け抜けていくんだ。この子たちは怖さってものがないのかなって思っちゃったよ。いろんな意味で手に汗握るわけだけれど、途中で一人の子が転倒しちゃったんだ。プロテクターをしているから怪我はしていないけれど、2歳なんで痛くなくても転んだショックで泣いちゃうものじゃないか。でもその子はぐっと涙をこらえて必死にキックバイクを起こそうとしているんだ。見ているこっちが手を貸したくなったほどだ。そこへさっきまで隣を走っていた子がバイクを止めて転んだ子に近寄り、一緒にバイクを起こしてあげたんだよ。大丈夫と言わんばかりの表情でね。2歳じゃまだ言葉だってはっきりしていないだろうから、言葉を交わしたようには見えなかった。でもそこには優しさがあったんだ。確かにレースだから勝ち負けはつきまとうし、出場しているみんなが勝つことを目標としてきていただろう。でも困っている子を放っておけない。もしかしたら怪我をしているかもしれない。そんな思いでバイクを止めた子は近寄っていったんじゃないだろうか。2歳児のレースだったから、助けた子も助けられた子も2歳児。困っている人がいても見て見ぬふりをする大人が多いこの世の中に、2歳児のした行動は衝撃だったよ。自分がとても恥ずかしくなった。日本の教育水準は高いから、中国と同じように幼い頃から勉強をさせられている子供は多いはずだ。でもだからといって日本は思いやりの心や協力する心、相手を敬う心を置き去りにしていない。困っている人がいたら手を差し伸べる。大人ならやるだろう。しかし目にしたのは2歳児の行動だ。当然そこには大人のように見返りを求めたり、感謝されて当然といった横島な気持ちはない。日本人はこういう子供を育てているのだということにとても羨ましく思えたんだ。中国でも同じような教育ができたらもっとこの国は発展するんじゃないかって。このことも僕は SNS で発信したんだけど、僕と同じように思う人からのコメントが多かったんだ。日本人は子供の頃から人に対する思いやりの心を持っているんだ。教育の賜物なんだろうね。他の世界の国の先を行っているのも当然なんだよな。日本人はあらゆる面で世界に模範を示してくれる。僕も子供たちには基本的な倫理観を教えていくつもりだよ。日本の教育現場にも興味が湧くね。対等に協力し、思いやりを持つ。発展を遂げた国の国民に共通する特徴だと思う。
日本に昔からある特徴でもあるよ。生まれ変わるなら日本人がいいな。もちろん親の教育もあるのかもしれない。だけど本来子供とは人間とは優しい存在なのかもしれない。悲しいけれど大人になるに従って余計なことを吹き込まれ、知らず知らず優しさを失っていくのかもしれないね。教育とは何なのか、僕は日本の姿勢にその答えを見た気がするんだ。いつか僕も父親になる日が来るかもしれない。その時は勉強よりもまず人の痛みがわかる人間に育てたいと思ったよ。国が違えば教えも違う。当たり前が当たり前じゃない。分かっているようで見落としているものですよね。日本ではどこに出しても恥ずかしくない子に育てるというのが底辺にある気がします。挨拶もそうですし、目を見てしっかり話すことも子供の頃によく注意されますよね。食事のマナーだってそうです。箸の上げ下ろしにも目を光らせ、将来恥をかくことがないようにと生活面での教育が厳しくされている国だと思います。この先日本という国がどのように変わっていくかは分かりませんが、他国から見て素晴らしいと言ってもらえる国であり続けてほしいですね。ではまた次の動画でお会いしましょう。皆さんは給食にどんな思い出がありますか？きっと楽しみにしていた献立があるでしょうね。学校給食の献立表には使われている食材が細かく記されていたり、食育には力を入れていることがわかります。食べ盛りの子どもたちのお腹を満たすことも大事ですが、栄養バランスを考えてくれているのは親御さんにとっても安心できるでしょうね。そんな日本の給食に感動した一人のアメリカ人男性がいます。今回はその男性のエピソードをご紹介したいと思います。素晴らしき日本のスクールランチ。僕の名前はマイケル。アメリカミシシッピ州出身の31歳。残念ながら未だ独身。僕は幼い頃から外国に憧れていて、大人になったら外国で働けるような職業に就こうと決めていたんだ。だから勉強も頑張ったよ。もともと勉強が嫌いじゃなかったから、夢に向かっていると思えばなおさら頑張れたね。大学に入るとさすがにやりたい方向性を決めなきゃいけなくなって、元来の子供好きを生かして ALT になろうと決めたんだ。外国の子供たちと学びながら触れ合えるって最高だろう。といった流れで僕はやってきたこの日本に。僕が住んでいた家の周りも自然豊かだったけれど、日本はまた違った感じがするね。赴任先は地方にある小学校だったんだけど、日本ののどかさが気に入ったよ。日本人はシャイだから、アメリカのように目が合えば「はーい」なんてことはないけれど、ニコッと微笑んでくれる顔に優しさがにじみ出ているんだ。赴任先の小学校はまあ中規模程度の学校かな。あまりにも大きい学校だと気遅れしちゃうから、僕にとっては最高の職場だよ。先生たちもフレンドリーでね。4月に新しく赴任してきた先生たちの歓迎会を開いてくれたんだ。知ってるかい？小学校の先生って子供たちを楽しませる術を持っているだろう。だから飲み会の時のゲームのクオリティが高いんだよ。隣に座った先生に聞いたら、いつもハイテンションのゲームが繰り広げられるって言うじゃないか。これなら日本に何年いても飽きないよ。その中で盛り上がったゲームはね、私は誰でしょうゲームさ。あらかじめアンケート用紙が配られていて、質問事項に記入して飲み会リーダーに渡しておくんだけど、それを問題にするわけ。特技とか趣味とか思い出とか、あらゆる分野の質問があって、私は大学生の時に手汗でスマホを壊しました、さあ誰だみたいな感じで、一斉にはいはいって手を挙げるんだけど、一番元気で大きな声ではいできた人に回答権を与えるんだ。
どう？みんなもやってみるといいよ。楽しいからさ。ちなみに手汗でスマホを壊したのは僕の斜め前に座っていた可愛らしい女性教師だったよ。人は見かけによらないよね。僕にとっての日本の小学校の印象はどうだったかっていうと、登校のシーンから驚かされたよ。元気な挨拶は気持ちいいし、なんといってもカラフルなランドセルが気に入ったね。今はアメリカでもランドセルを見かけることがあるけれど、それは女性がファッションアイテムとして取り入れているものだし、あんなに色は豊富じゃないんだ。一度教科書の詰まったランドセルを持たせてもらったことがあるけれど、恐ろしく重たいんだよ。アメリカの小学生は親に送り迎えしてもらってたけど、日本の小学生はあんなに重い荷物を背負って家から歩いてくるわけだろう。日本人の忍耐強さはこういうところも影響しているのかな。日本人は英語があまり得意ではないと聞いていたけど、子供は違うね。目をキラキラさせながら授業を受けてくれたよ。この子たちが大人になった頃には英語に対するコンプレックスも減っているんじゃないかな。もっと楽しみながら英語を学べれば絶対将来役に立つからね。そう、僕はこういう仕事がしたかったんだって改めて感じたよ。でも最も驚かされたのはスクールランチ。アメリカでは無料のスクールランチがあるんだけど、本当に簡単なものしか出ないんだよね。例えばハンバーガーだったりゆで野菜だったり、それが当たり前だったから不満に思ったこともないし、たまに母親が作って持たせてくれたとしても、それはサンドイッチとかだから大差ないんだよ。でも初めて日本のスクールランチを見て心底驚いたんだ。その日のメニューはご飯、牛乳、豚汁、鶏の生姜焼き、人参の煮物だった。これはもうお金を払って食べに行く定食レベルじゃないか。別の日はそうめん、牛乳、かぼちゃコロッケ、インゲンのごま炒め、ご飯の日、麺の日、パンの日とバリエーションも豊かだし、どれも最高に美味しいんだよ。子供のうちからスクールランチでこんないいものを食べさせてもらえるなんて、日本の子供たちは幸せだね。僕もアメリカにいた頃、日本食レストランに何度か行ったことがあるけど、遜色ない味付けがされてあるんだからね。日本人は微妙な味付けに敏感だけど、こうして小さいうちから養われていたんだね。今までアメリカのスクールランチの味なんて気にしたことがなかったけど、もはや比較することすら無駄なレベル。日本で仕事ができて、毎日ゴージャスなスクールランチが食べられて、本当に日本に来てよかったと思ったね。何度か写真を撮ってアメリカの友人に送ってやったんだけど、みんな最初は信じなかったからね。だから教室でみんなが一斉に食べているところを撮って送ってやったよ。とっても羨ましがっていたね。あと他の先生に聞いたんだけど、地域によって特別メニューみたいなのがあるらしいじゃないか。僕からすれば毎日が特別メニューに思えるのに、地域の特産品を使ったメニューの日があるらしいね。高級魚だったり高級フルーツだったり、そういう地元で採れるものが出されるんだって。地元の良さを分かってもらうための取り組みらしいけど、日本という国への愛が感じられるよね。ずっとスクールランチというものはちょっとお腹に入れるものって思っていたのに、日本の場合は栄養士が管理しているんだよね。だから偏った食事にならないし、肉も魚も野菜も豊富に摂ることができる。おかげで僕は日本に来てからの方が体調がいいし、健康的に痩せることもできたよ。いかにこれまで好きなものだけを適当に食べていたかが思い知らされた。おかげで毎月配られる1ヶ月のメニュー表をもらえるのが楽しみでならないんだ。日本語の勉強にもなるし、ちょっと動機は不純かもしれないけれど、食べ物から日本語を覚えるっていいアイディアだと思うんだよね。メニューを見て感じたのは、日本食にこだわっていないこと。これも衝撃だったね。味付けこそ日本人好みに改良されているようだけど、ラーメンに春巻きとか、ハンバーグにパスタとか、僕にとっては毎日いろんなレストランを食べ歩いているような気持ちになるからね。アメリカは広い食堂みたいなスペースで大人が盛り付けてくれたものをもらって食べるんだけど、日本の場合は教室で子供たちだけで盛り付けて運ぶだろう。最初見た時はハラハラしたけど、みんな手慣れた手つきでさっさと盛り付けていくんだよね。これはアメリカの子供たちも見習うべきだね。
子供だけでできることってこんなにあったんだね。食べる前にはみんな姿勢を正して、料理を作ってくれた人や野菜を育ててくれた人、肉や魚を取ってくれた人に感謝の気持ちを表してから食べ始めるのもいいね。出されたものをただ食べるんじゃなく、感謝して食べる。毎日毎日感謝して食べる。日本人が他人に対して敬意を払うのは、こうした教えも影響しているのかな。でもやっぱり子供だから、肉料理が出るとテンション上がるみたいだね。いつだったか唐揚げが出されたんだ。フライドチキンとは違って、とってもジューシーな鶏肉の揚げ物なんだけど、すごく美味しかったよ。子供たちに聞いてみると、自宅でもよく食べる料理らしいね。みんな大好きだって言っていた。それに家庭ごとに味付けは微妙に違うようで、でも給食の唐揚げは大好きだってみんな言っていたよ。嫌いなものを残す子もいるけど、ほとんどの子は残さず全部食べている。好きなものだけ好きな分食べればいいっていう考えは日本人にはないんだね。まあこれだけ美味しければ好き嫌いもなくなりそうなものだけど、僕も日本に生まれていれば偏食なんて知らずに育ったかもしれないね。そうそう、僕が通っている小学校のメニュー表には必ず一品だけ作り方が書かれているんだよ。すごくないかい？おかげで1ヶ月に1品日本の料理をマスターしているんだ。帰国したら家族や友人を呼んで日本食パーティーをするのさ。これがスクールランチだと知ったらさぞかし驚くことだろうね。今から楽しみで仕方ないよ。海外の反応。日本の給食には世界が乾杯だよ。日本の子供たちはこれで協力とマナーを学んでいるんだね。日本の子供は世界に比べて肥満率が低いらしいけど、ヘルシーで栄養価の高い給食のおかげなのかな。日本では給食の時間も授業の一環であって休憩時間ではないらしいね。自然とマナーの時間が設けられるシステムになっているようだ。アメリカの子供に配膳を押し付けたらどうなることか。虐待だと思われかねないよ。文化の違い。日本の給食というシステムはとても素晴らしいですよね。私たちは人によっては幼稚園から給食があったかもしれないですね。献立を見ながら好きなデザートが出る日を心待ちにして、みんなで仲良く食べていた頃が懐かしくて仕方なりません。給食をモチーフにしたカフェも大人気だとか。給食の持つノスタルジーに触れたくなりました。エピソードのアメリカ人男性がアメリカとの違いに驚いていましたが、日本の良さを少しでも多く知ってほしいですね。きっとまだまだ知らないことは多いでしょうからね。ではまた次の動画でお会いしましょう。皆さん、旅行はお好きですか？新型コロナウイルスが蔓延したり落ち着いたりの繰り返しで、なかなかタイミングをつかめない人も多いことでしょう。早く好きな時に好きな場所へ旅行できる時が来るといいですね。私もうずうずして待っています。旅行といえば、交通手段は新幹線か飛行機か、どちらがお好みでしょう？私は断然新幹線派。だって時間を贅沢に使っている気がしませんか？ついでに例えば伊勢志摩ライナーとか、そういう系も大好き。鉄道マニアにとって外国の鉄道もかなり魅力的なようで、今回は日本の新幹線に魅せられたフランス人のエピソードをご紹介したいと思います。これであなたも旅行に行きたい熱が上がるかもしれませんよ。日本の新幹線のレベルがすごかった。僕はラファエル、フランスに住んでいるんだ。みんなはフランスをどんなイメージで捉えているんだろう。印象よく思ってくれているといいんだけど。僕の両親は旅行が好きで、子供の頃からいろいろなところに連れて行ってもらったよ。と言っても国内旅行ばかりだったけどね。自営業だったこともあって、長く店を閉めるわけにはいかないから仕方なかったんだ。だから僕は大人になったら夏のバカンスを満喫しようって子供の頃から決めていたんだよ。大学生の時から付き合っている彼女がいるんだけど、その子は大の日本好きなんだ。僕はアジアにまるで興味がなかったんだけど、彼女の手前そんな態度を取るわけにもいかず、彼女の話を興味深そうに聞き続けた。
そしたら、なんか日本ってすごいかもって思えるようになったんだよね。恋の力は偉大だね。彼女に連れられて行ったジャパンエキスポで、僕の日本に対する気持ちは変わったよ。悪いけどアジア諸国ってちょっと時代遅れなイメージだったんだよね。いつまでもヨーロッパに追いつけない国々だって。僕が間違っていた。もっと日本は自国を発信するべきだよ。あれ？発信しているのに僕が知らないだけなのかな？彼女はもう何回も日本に旅行しているんだ。どれだけ素敵な国かって僕に何度も熱く語ってくれたよ。ジャパンエキスポでは美味しい料理が提供されていてね。僕もそれで興味が湧いたんだ。食べることには執念を燃やしているからね。それで誘ってみたんだ。日本に行こうってね。もちろん2つ返事で OK をもらったよ。彼女と初めての国外旅行を日本に決定した瞬間さ。彼女の言う通り、日本という国は清潔で洗練された国だった。アジア諸国を誤解していたんだ。日本は先進国だと聞いていたけれど、これほどまでとは思わなかった。床がピカピカに磨き上げられた空港、そして無料なのにどこの国の空港より清潔なんだ。これまでお金を払って使ってきたトイレは一体何だったんだろう。これまで支払ってきたお金をそっくりそのまま日本の空港の清掃スタッフに渡したいくらいだ。あと気づいたのは、あらゆるスタッフの礼儀正しさだね。空港職員はもちろんのこと、空港内にあるショップの店員までもが模範的な接客態度だ。かといってかしこまりすぎているわけではなく、とても気持ちのいい空間を作っている。日本のマナーは最高だと聞いていたけれど、大人にも子供にも日本人にも外国人にも分け隔てなく接客する姿には感動したよ。無料だったのはトイレだけじゃない、水も無料なんだ。安全安心な国だから無料の水に警戒することもない。日本は善意に満ちた国だって思ったよ。あとは日本人の整然さだよね。並ぶのが当たり前のようで、タクシー乗り場やバス乗り場では子供まで静かに並んで順番を守っているんだから、ルールを守ることを幼いうちから教えているんだね。だから日本はどんなに混んだ場所でも騒がしくないし、トラブルも少ないんだろうな。見習わなきゃいけないと思ったよ。そしてお待ちかねの新幹線、かなり期待はしていたけれど、僕の中で高速鉄道の最高峰はフランスだと思っていた。それはそうだろう。フランスにはテジェベがあるんだから。島国の日本と違って、テジェベは僕をイタリアやスイスやドイツに連れて行ってくれるんだ。テジェベこそ世界最高水準の高速鉄道だと自負してきたからね。でも日本の新幹線に乗ってみたら、自分の世界観があまりにも狭かったことを思い知らされたんだ。彼女に日本の新幹線の素晴らしさを嫌というほど聞かされてきたけれど、彼女の日本びいきが入っていると思って話半分に聞いていたんだよね。でも彼女が話していたことは全て本当だった。外観のかっこよさもあるけれど、中は清掃が行き届いているし静かなんだ。走り出したのに気づかないほど揺れが少ないんだ。驚いたよ。荷物を片付けているうちに窓の景色が動き出したんだからね。滑るように走るっていうのは日本の新幹線のような走りを言うんだよ。彼女が言うには、新幹線の清掃員はスペシャリストなんだってね。新幹線の折り返しの時に清掃に入るらしいけど、新幹線に乗り込む時は一礼をしてから入るそうじゃないか。シートも床も窓もトイレもピカピカ、この状態をたった数分でやり遂げるとか。その様子をぜひこの目で見てみたいと思ったよ。手際の良さはもちろんだけど、やっぱり心配りが行き届いているから、これほどまでに美しい車内になるんだろうね。で、作業後はまた綺麗に整列して一礼するんだってね。ここまでが清掃員の仕事らしい。かっこいいよ。清潔感たっぷりの車内に驚いていると、彼女は新幹線のシートについても話してくれたんだ。シートがレバー一つで回転させられるんだって。逆向きにできるなんて素晴らしいじゃないか。家族旅行や友人たちとの大人数の時はまるで個室のようじゃないか。
次に日本に来る機会があったら、ぜひともやってみたいね。そのためには、もっと友人を誘わなきゃ。驚きの連続だった新幹線の後は観光。京都に行ったんだけどね、料理が美しいんだ。見た目が華やかというよりも洗練されていてね。少しずつたくさんの料理が盛り付けられていて、どれもとっても優しい味がしてね。日本人の優しさの味って感じだったよ。料理を運んでくれるスタッフの動きも綺麗だったし、日本での食事は目の保養になったと思う。特に日本が大好きな彼女は、日本人のスタッフと一緒に写真まで撮っていたからね。移動でもう一度新幹線に乗ったんだけど、ホームに立っているアテンダントを見かけたんだ。彼女に聞くと、新幹線には一般のシートとは別にグランクラスというものがあるんだって。新幹線のグランクラスはまるで飛行機のファーストクラスだって言うんだ。シートはゆったりくつろげるようになっていて、乗降の時にはドアのところでアテンダントが乗客一人一人に丁寧なお辞儀で送り迎えするんだって。食べ物や飲み物もアテンダントに伝えれば持ってきてくれるそうだし、アメニティのサービスまであるらしい。グランクラスの食事に興味があって調べてみたら、まるで高級ホテルのような食事が提供されているんだね。飲み物だってアルコールからソフトドリンクまで10種類以上から選べるみたいだし、グランクラスオリジナルのお菓子まで提供されている。一般シートに比べれば確かに割高ではあるけれど、満足度合いを考えれば決して高くはないと思うよ。日本人でもグランクラスを利用したことのない人はまだまだ多いと聞くけれど、せっかく自分の国にこんな素晴らしい新幹線があるのにもったいないよ。今回の日本旅行ではグランクラスを使うことはなかったけれど、いつか絶対グランクラスに乗ってサービスを受けるつもりだよ。今回の日本旅行では新幹線だけじゃなく電車も利用したし、タクシーも利用した。それで思ったのは時間の正確さだね。測ったようにやってくるんだよね。日本人は勤勉で真面目なのはわかるけど、1秒のズレでも許さないというこだわりはすごいね。フランスじゃストライキが多いから、それだけダイヤの乱れが定着しているんだ。日本はストライキで電車や新幹線のダイヤが乱れるなんてことはないようだし、天候や事故で時間通りに来ないことが分かった時点でアナウンスされるんだってね。振り替えのバスが用意されたり、とにかく乗客の足を止めない努力をしているらしい。時間に正確な電車や新幹線を使っていれば、一日の予定をきっちり組むことができるわけで、それが乱れると大変だからね。日本のことをアジアにある小さな島国くらいにしか思っていなかったことが恥ずかしいよ。もっとフランスで日本の素晴らしさを広めて、また日本旅行を満喫するつもり。次に行くときは新婚旅行になっているかもしれないけどね。日本人の心。外国人が見る視点は日本人とは違いますから、私たちにとっての当たり前を高く評価してくれていますよね。新幹線はいつも清潔に保たれていて、時間も正確、事故だって起こさない。この当たり前に改めて気づかされた気がします。ラファエルさんのエピソードには海外から多くのコメントが寄せられていましたので、そちらもご紹介します。海外の反応。新幹線は本当に素晴らしい。7ミニッツミラクルと呼ばれていて、新幹線が終点に着いたら清掃員の人が掃除をするんだけど、7分間で綺麗に掃除をしなければならないんだ。まるで魔法さ。他の国では1時間かかるレベルの清掃をたった7分で終えてしまうなんて、見たら絶対びっくりするよ。新幹線って開業以来事故を起こしていないらしいね。日本の誇りだろう。なんてミラクル。日本の鉄道システムは独創的だよ。もう鉄道技術で日本に追いつくのは至難の業だね。新幹線に乗車していてもスピードを全く感じないんだ。飛行機は上昇するときに加速度重力を感じるんだけど、そういう感覚もない。もっとアトラクション的な感覚になるんじゃないかと思っていたのに。日本は別世界、思考が独特だしね。俺たちは謙虚になって日本から学ぶべきなんだよ。
日本人はテジェベをフランスの新幹線と呼ぶ。一方でフランス人は普通に新幹線と呼ぶ。日本の技術が詰まった新幹線がこれほど世界に知れ渡っていることは驚きですね。もうすぐリニアの時代が来ます。そうしたらまた世界の先を行くことになるのでしょうね。楽しみです。ではまた次の動画で会いましょう。